内海利勝、ラブ&ピース、同じ空の下から。This program was brought to you by 横浜野毛あぐら亭、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 PCI ジャパン。海を渡る鳥たちも日の手を待ちわびて、輝きの中に溶けて時を越えてゆく。セポヘトスジ30年、横浜の野毛あぐら亭、スーパーオイル配合、スーパーレ肌油ゲーム、スーパーレ髪油ゲーム、スーパーヒット筋30年、横浜の野毛あぐら亭。あれ、oh, wow.横浜の野毛あぐら亭 .com で検索してください。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。PCI ジャパンではエグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、 EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に一棟スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞお気軽にお越しください。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰。ね。ね、うん、ちょっと私、風邪ひいちゃいました。風邪ひいたっていうかな、ね、うん、なんかね、急に発熱しまして。ええ、まあ、それはちょ、あ、じゃあ、じゃあ、まだご紹介してないですけども、はい、知恵熱という噂も出ちゃって。なんか今日、無消費が素敵ですね。いや、素敵ですか、うん、あ、そうですか。なんかワイルドで。いい感じです。はい。そうですか。うん、今日は。今日は、ね、ゲストで、もう大好きなお二人です。大好きなお二人が来てます、うん、ね、はい、ちょっと自己紹介でよろしいですか。で、そうですね、ご紹介します。紹介、じゃあどうぞ、言っちゃって。どうも、サラです。サラちゃん。どうも、長岡です。長岡先生。でも長岡先生というのはね、やっぱりパンディーロという、ね、パンディーロ、はい、パンディーロ、ありがとうございます。師匠さん、師匠さん、あなたもね、もう、もうずいぶん前です。ずいぶん前にね、ちょっとね。はい、サラちゃんはもうね、以前もここに来ていただいてね、はい、お久しぶりです。そう、久しぶりです、ね、ね、でもそうでもないよね、ここはそうだけどね、ここはそうだけどね、この前やらして、あの、サラちゃんのお店でもやらせてもらう、ミュージックラウンジ M で今度もやらせてもらうんですね、5月26日に、小鉄と私と、うん、でサラちゃんももしかしたら歌ってくれるかな、うん、かな、ね、楽しみですね、ぜひ楽しみにしていただいてます、うん、そして、うん、そして、そして、はい、今日はね、うん、なぜお二人が、そうそうそう、ね、すごい、ね、とても仲良しなんですよね。名乗れ、シーンって何も言わなかった、ね、うん、いや、仲良しなんですよ。ですか、もう長い長い付き合いで、もう20年、うん、それはブラジルというか、そういうあのつながりですか。いやいや、全然そうじゃない、音楽的なつながりっていうか、あのね、うん、音楽事務所で講師をしてたんですよ、二人とも。あ、そうなの。先生同士で、長岡氏はドラムの先生だった。うん、おお。で、私はボーカルの先生だった。うん、そうですね。それで、ほら、発表会とかあるとして、講師陣がこう、揃うじゃないですか。はいはいはい、その時仲良くなって、うん、なんかイベントやるとき一緒にやろうとか、ライブを一緒にやろうとか、アルバム一緒に作ろうとか。割と趣味が近かったというか。
好みというか。そうですね。ブラジル音楽のことは詳しかったから、中岡くんが。だから、わかんないことを教えてもらったりとかしてたんだよね。お互いの第一印象って何かあったの、別にフィーリングカップルじゃないけど、いやどうなんだろう、いやでも嫌な印象はないですよ。でも最初から顔は知ってたわけですよね。で同じ、まあね、そうそうそうですね、でも面識はそれまではなかった。そこで初めて出会った。そうですね、もう30何年の付き合い、そんなに言ってないから。でももう20年近くだね。えみちゃんもあの長岡先生に教わった。長岡先生と会ったのはでもまあ50年前っていうか。50年、そうね、50年。そうですね。50年前って聞くと、50年前かな。10年弱ぐらいかな。ですね。そうそうそう。じゃあ、確かに確かに。ね、楽しみ、嬉しい。じゃあ、早速ね、ね、今日はじゃあ。今日は CD の方から先に出していただきますかね。じゃあ、ご紹介お願いします。はい。じゃあ、1曲目はですね、僕のやっているブラジル音楽の、ランサペルフーミというグループの、アルバムの中から、アインダナオンヘセルビという。曲をお送りします。ほ、はい、あ、先生のね、パカパカパカ、まだわからないよって意味なんですか、これ。まだ決めてないよ。あ、そういうことか、ね、題名がそうじゃないんだ。題名がそのまま、僕がタイトル決めらんなくて、あ、どうしようどうしよう、じゃあ、まだ決めてないです。まだわからないようにしちゃおう。あ、いいだね。それがそのままタイトルになって、あ、さすがに。てか、僕書いたから。ああ、そうか、そうか。そうなんですか。自分で曲書いて、そうなの、タイトルが、そうなの、知らなかった。タイトルが決まらず、どうしよう、どうしようって言ったら、もう締め切りですって。もうそのまま、じゃあまだ決めてないにしてくれ。そういう意味。そうそう。そういうつもり。前来た時、やってくださってますよね。あの、ランサペルフーミ。だいぶ前ですけど、もう何年前ですかね。もう2、3年前です。2、3年前ですよね。で、これを出すから、あ、そうです。だってね、もうこの番組も7年ぐらい経ってるから、ね、よく分かんないですけど、まあ2年、そうですね、一昨年かな、一昨年ぐらいですよね。うん、そのぐらいです。それで、かくら亭で、そうだ、あ、その話を聞いた話が、全然、ただね、エミさんが1週間ぐらい前に、だけど、一週間前じゃ間に合わない。そうそう、スケジュールじゃね、先生に言うときはね、もう前もってずっと前から言われるけど、早めに決めてって言ったのに。みんないつも行き当たりばったり、あ、じゃあいつ行ってか、じゃあ行きましょう。じゃあ次回で。次回で。1年前から予定は立てられない。じゃあ明日。明日。そういうの多い。これ今広角使ってるんですよ。だからみんな細いして、細くていいね。細いでしょ。周りが特に細い。ね。テレビと一緒です。テレビです。シュッて映って。はい。あ、さっきのあれは聞かなかったですね。持ってなかった。これ。いつも持ってる方が。ああ。はいはいはい、すいませんでした。はい。うん、いいですね。曲がまだわからないよっていうタイトルですよね。そうそうそう。だから曲名を考える前に、もう音ができちゃったってことですよね。というか、そういうことですね。いや、たまたま、そうそう、これ、僕、作りましたけど、要するに、どんな曲を作ろうとかがなく、メロディーだけが先にでき、で、タイトルどうしようどうしようって言ってるうちに、そのまでいわゆる時間切れになって、もう今日中に決めてくれないとタイトル入りませんみたいなこと言われて、まだ決めてない。無駄言ってわけにいかないんで、まだ決めてない決めてないって、じゃあそれそのままポルトガル語で書いてくださいよって言われて、それそのまま。それまだわからないっていう意味で。で、まだわかんない。あ、じゃあ、あれなんですね、ポルトガルの方と喋ってて、まだわかんないよって言いたいときには、あ、いいんだ、なお、って言えばいい。そうそう。まだね、解決していないって意味です。あ、そういう意味。まだ解決してないよって言うんですね。
どっちでも難しいな、うん、カタカナで書いてもらうと読めねえもん。そうそうそう、わかるわかる、カタカナにすると余計わかんない、余計わかんないです、うん、このアルバムは、はいはい、前に来ていただいた時に、そうですそうです、ね、あれですよね、うん、そうです、もう2年前そのぐらいですかね。そうですね、はい、うん、そうね、先生にはまたね5月3日に登場していただくんですね。そう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 、うん、次回ね、また今度新しい、また違うブラジルと全然関係ない、ブラジルじゃないんですか、沖縄、沖縄ですか、うん、今度それですね、ジャミセンですね、いい男、いつもそれスタジオに置いてあるね、それ何ジャミセンっていうんですか、三振、三振ね、なんだろうね、なんでここに置いてあるんだろうね、そ、そんな素敵な音が出るんだね、っていうことですかね、ね、でもね、すごいこれ、うん、プラスチックだよこれ。まあ、あのオブジェですか。ね、オブジェですね。うん、綺麗ですね。はい、ね、はい、ちょっと もう一曲いっちゃいます。聞かせていただきましょう。これは何、先生のおすすめ曲かな。はい、どうでしたっけ。はい、あ、この質問ね、はい、パウリニョダビオラですね。ね、フォユンヒヨキパソエミヤビーダっていう曲なんですけど、ね、はい、日本で言ったら北島三郎さんみたいな。そうそう、ブラジルの北島三郎さん。そうですか。はい。サンバの貴公子と呼ばれている方です。はい、はい、それを、はい、お願いします。あ、これかじゃなきゃギターのとかするの、ハイドとかでやってるやつ、それね、カバキン、なんかカバキンか、うん、これだ、じゃあ、うん、はい、これです、ほう、あ、なんかもういいですね、あ、うん、なんかこっちの方のいいね、なんか好き、南米ですよね、うん、うん、南米聞いてもいいって言ってたな頭がおかしくて南米聞いてもいいで、ね、いいですね、うん、これ歌ってる人が、はい、で楽器は、楽器もバンドも自分のバンドなんですか。自分のバンドですね。こんにちは。あ、どうも、毎度いつもお世話になってます。そんなに、こちらこそお世話様です。そうですね、お邪魔します。これ誰ですか。それで、このパウリーニョはカバキーニョっていうちっちゃい楽器があります。ほー、うん、4弦のウクレレ、ウクレレみたいなね、鉄弦のウクレレね。へー、 でも自分の名前にはパウリーニョがビオラ、ギターのパウリーニョって呼ばれてる。本名じゃ、芸名ですからね。芸名。ビオラ。ギター。うん、ビオラ。あ、この名前ね。こっちが名前ですね。そう、パウリーニョ。で、パウリーニョもニックネームなので。パウロちゃんっていう。パウリーニョってあれだよね。アーグメント歌ってた人、パウリーニョだよね。そうそうそう。だからこれに。そうだよね。この次が。次の曲もパウリーニョ。なんでやるのか。パウリーニョの曲なので。かっこいいね、なんかね、白髪の G なの、 G? 白髪の G、 北島三郎さん、うん、なんか全然ちょっと想像がつかない、なんか白のスーツが似合いますね、そんな G、 ああ、そんな感じなんだ、うん、ああ、いいな、もう、こっからあとはもう弾きながら喋ってみたいな、楽器持ってワイワイしながら行っちゃいます。はい、うん、はい、まあメール読まなきゃいけない。メール読んでこの間にメール読んでるギターを一緒に行けばいい。内海さん全部参加で、じゃなくて、いや、わかんない、はい、適宜に、うんうん、ね、こういう感じでして、もう入ってるんでしょ、はい、はい、はい、あ、もう始まるわ、いいね、うん、聞き合うのこの人は、まあ、北島さん、向こうで、はいはい、日本で言う北島だった、北島さんですね、サブローさんですけど、はい、ですね、はい、あの年齢的にも大体近くて、もう70今年5、サウンド的にはやっぱり、ね、あのブラジルでいうルーツ的なところはあるんですか。ルーツというかブラジル昔からあるような流れっていうか、あのね、すごいトラディショナルなサンバの形ですよね。これがやっぱり原型に近いんですか、ね、うん、かなりそうですね。で、この人の、まあ、お父さんもそのサンバの演奏家で、うん、もう代々サンバの演奏、うん、まあ、サラブレッドですね。サンバ界の。あ、サンバ界のサラブレッド。サラブレッド。あるんですね、やっぱり。あります。やっぱりそういう系列っていうか、ありますね。あの、派閥みたいなのあるんですか。あ、派閥もありますね。そう、だからね。脈々と流れ、脈々と流れ。あのね、もともとはだから、
なんだろう、クラシックの宮廷楽師さんたちからスタートしてるようなものなので、うんうん、ブラジルの音楽は、ね、あの別にその裏庭から始まったわけで裏山とかじゃなくて、そのちゃんとその楽師さんたちが作ったものをみんながやったっていう、うんうん、じゃあ基礎的なものはちゃんとしたものですね、うん、すごいですよクラシック、まあ確かにね、もう完全クラシックな感じでね、クラシックっぽいとこあるもん、だから、うん、あの曲の作り方もクラシックですよ、うん、はは、うん、そうですか、うん、高額になりましたね、でもなんかこうご陽気な感じがすごいですね、やっぱりね、ご陽気丁寧ですね、ご陽気、ご陽気、やっぱサラブレッドだからごっつけなきゃいけないと思って、はい、じゃあちょっとここでメールをね、ちくろさんこんにちは、ちくろさん、あリクエスト、ね、スマイル、どなたのでも、ああこんにちは、ちくるです、暖かいですね、ポカポカ陽気で嬉しくなって自転車でお使いに行ったら風すごかった、そうですよね、うん、おととい久々に美容院でデジパかけたけど、ただだらしないおばさん風になりました、そうなんですか、風吹いたからじゃないの、あ、そっか、それが強風でまるでコントの雷にあった風の何髪型面白いからこのまま友人宅にこれからお邪魔する予定です。キャー面白い。午後夕方までいないので、本日は生で拝聴できないんで残念。マサさん頼みです。楽しんで楽しんで、あと。いや、ケンケンさんはマリさんの息子さんだったんですか、びっくりびっくりびっくり。あ、そうですよ。うん、では、ジョニー吉永さんのあれではずっと前に、うん、サムズアップでマリさんやムーニーさん方々出演なさってた時に、マリさんのお孫さん抱っこしてらしたんで、あの時新井さんがベロンベロンってどなたか抱えられて抱っこしてたのかも思い出しました、もしかしたらいろんな記憶がごっちゃになってますよでは行ってきますごっちゃになってるみたいですねですよくわかんないけど、はい、はい、北郎、ね、うちみさん、みさん、こんにちは、北郎です、うん、先日とうとう子供の頃から、うん、使っていたゼンマイ仕掛けの目覚まし時計が止まってしまいました、うん、あ、そうなんだ、ずいぶん持ってましたね、40年以上前のものなんで、うん、1日で5分以上遅れたりして、うんうん、まあなんとかだましだまし使ってたんですが、ね、だけどね、まだなんとなく動くような気がしたんで、うん、時計屋さんに持って行ったんです、うん、そしたら店の主人がうーんとうなずき笑ってるんです、よく動いてましたねだって、うん、私がこの仕事に入ってすぐに修理したのが、うん、この手の時計だったね、うん、なんだこれ懐かしいね、うん、なお直せるな今日北野ちょっと字が今日乱れてるよ直せるけど手間代がかかるよと、うん、うん、そうだね1万円かなと言われたんで、あのね おいじさん、うん、お金の問題じゃないんですよ、あ、でもそんなかかるんだ、修理してくれ、だからあの思い出の品なんですよ、あ、なるほどね、うんうん、と言って頼んできました、やったぜ、また生き返りましたと、うん、今、うん、手で巻く目覚まし時計って売ってないんですからね、うん、いい職人がいてよかったよかった、でも、うん、やったぜとね、40年前だからそうなんですね、まあ、でも、あ、手巻きのなんかいいですね、うん、風情がありますね、うん、まあ1日の5分ぐらいだったらいいじゃない、うん、だって24時間で5分ずれるんだったら大してる、でもそれ別に時間を正確に表してくれなくてもね、まあ、でもただ動いてるってだけで思い出だから ねおじいさんの呼吸のようにいいじゃないですか、ね、おじいさんの呼吸チクタクチクタクも全然合わなくてだんだん遅くなるってことですね、俺もだいぶ遅くなってきたからそんなことないですよ、うん、じゃあもう一つね、リトルレディのママ、うんうん、こんにちは、うん、ちみさん思い出の入学式っぽい曲だっていいんじゃないですか、ボサノバズチックな感じで、うん、軽やかで ねあるらしいじゃないですか、どっちかしたら暖かい国です、でも今日の天気で良かったね、あ、うん、そうだ ね昨日だったら辛かったな、この曲、うん、そうかもしれない、ちょっと周りバタついておりますすいませんね、暴れてる、暴れてる、うん、それでは我が家の方は、うん、桜はまだまだ満開、うん、お花見しましたかって、お花見とか行きましたか、お花見ね、お花見とか通りすがり、通りすがりの、まあ、花見のもんですね、めでる言葉あると、うん、そうですね、ね、あんまり花見ってもうね、行かないですよね、そのあんまり花見って行かないっていうのはどういうことあ、じゃあだからうう、いや、もう行く行かないですよ、いや、お店やってるから行けないじゃん、行けないですよね、なんかね、うん、前よく行ってましたけど、ね、行ってました、夜行くじゃないですか、ね、寒い寒い、
確かで耐えられなくて、うんうん、あこんな花見は行っちゃいかんみたいな花見は行っちゃいかん、まあ、時期がちょうどそう夜は寒い、ね、昼間はわー綺麗ってなるけど、うん、夜調子乗って飲んでるとうんもうどんどん寒くなってでちょっと辛いよねってでそうです、ね、最近ますます辛いよねってあそれで俺ぐらいぐらいってあそうです今なんか耳が痛かったっすね、うん、そのようなわけで先週金曜日娘の中学校入学式でしたと、はいねうん、登校して娘と別れて体育館で待つ間、うん、上級生が、校歌の練習をしていましたが、小学生とは違う本格的なものでびっくりした、そうでしょうね中学になってる、今でも校歌覚えてますか、ね効果覚えてますよ。効果分かんないみたいな。覚えてますよ。はい。すまない。入学式が始まると、卒業した小学校の校長先生が来賓でいらしたりして、うん。うん、6年生の時の担任の先生から、祝電が来ていた。ああ、そうですね。ついこの間まで小学生だったのにとても懐かしく感じました。うん、新入生が一人ずつ呼ばれるのですが、うん、幼稚園が一緒の子が何人かいまして、小さかった男の子がすっかり男、大人の男性のような中学生で、まあでも今みんな、まあね、すごく大きいしね、びっくりしました、うん、涙はありませんでしたが卒業式以上に感動的というかいろいろと思うものがありましたとね、うん、入学式は終わり、昨日から、給食も始まっています、うん、娘は毎朝楽しそうに出て行き楽しそうに帰ってくるので、うん、このような感じで反抗期もなく3年間通ってくれたらいいなと思っています、ね、いいですね、はい、かわいい、ね、あじゃあブスカちゃん、うん、こんにちは、あリクエスト壊れた街、うんうん、サラバージョン、いやーね、ごめんねこの間この間でもかけたんですよ、えかけた、ほら、うんうん、クラムチャウダーの話した時にね、そう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 あでも書いてあるこの間かかったから無理か、またね、うん、もうしばらくしたらかけちゃいますよ、ね、皆さん桜は楽しめましたか、今日はサラさんがゲストだというのに気合が入っていません、うん、なんで、うん、なぜでしょう、そう眠いんです、あ眠いのね、まあ、春だからね、もう春眠だよ、花粉症が、うん杉からヒノキに変わって薬が合わないからでもないんです、だって薬は嫌いで飲んでません、何なんだ、うん、飲むといえばお酒を飲んだから飲んでないんです、でも眠いんです、あどうしたんでしょう、うん、吉田拓郎にもう寝ますって曲がありますが知ってる人は少ないでしょうね寝ている虎を起こすということわざがありますが、うん、阪神タイガースは眠ったままでしょうか、どうしたんですかブースカちゃん、今年は調子ぐらいだって、ね、糸井も頑張って、糸井選手も頑張ってまだ続いてますよ、うっちゃんが I'm only sleeping をかけたからでもないんです、うん、どうしたんですかじゃあビートルズネタで言えば目の大きいポールを茶化してジョンが How do you sleep 眠れるかいってよく言っていたらしいです、後にジョンがその題名で作曲もしている、うん、ハーディーズナイトの中に丸太のように眠るという歌詞がありますが、どのような状態なのでしょうか、そのハーディーズナイトで始まるハーディーズナイトで始まるポール・マッカートニーのツアーがなんと武道館から始まります、うん、4月25日です、楽しみです、うん、で何まだ何なんですか、29日のチケットが1枚待ってます、実費で譲りますおいらの隣の席なんで、先週も来てたよ、ね、全曲解説売れてねえんだなこれでも眠いのでポールのポールのポール、うん、でもね結構お高いんですよ、うん、高いですよね、な10万から最低でも 2,3 万するんでしょ、うんうん、そうちょっと考えちゃうよ ね、 ね前回10万くらいの買ってるお客さんがいっぱいいましたよ、ね、そうでしょ、うん、だから10万っていうとなんかリハーサルから見れたりみたいな、うん、ういうリハーサル見せたいですか、見せたくないね、うん、まあ金のためだな、金がいけない、本音が出てしまう、ね、というわけでね、ブスカちゃんね、ね眠かったんですって、ねはい、さあ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 言っちゃった、じゃあちょっと、もう一回いいですか、ちょっとすみません、あ内海さん、みーさん、こんにちは、はじめまして、うん、ハニーエンジェルと申します、うん、おうおうおう、はい、リクエスト曲、そうそう、ね、レディーセブンティー、あ、この間のね、あ、長男、健一君に続き、次男のひろやくんの出演、うん、いつかなと待ち望んでました。よかったですね、この間出演よかったでしょ、ジョニーファンの私としては嬉しい限りです。でしょうでしょう。ラジオ聞きながら泣いていました。あ、そうなんですね。ありがとうございます。いよいよ、あ、いよいよ 4.13、楽しみにしております。うん、明日ですって。これからも変わり N I を明日ですね。明日、わあ、ね、よろしくお願いします。まあね、ぜひよかったら来てください。うんね
はい、じゃあここからはミュージックラウンド M です。 M です。いきなり？いきなりです。いいですか？いいですよ、うん、もう皆さんね、ミュージックラウンジ M に行ったつもりで、もう本当に生のね、サラちゃんと今日は、ね、ギターで長岡先生弾いてくださって、ね、あとで佐野さんがでね、はい、どうするんですかそれ、喜んで途中からギター捨てて、じゃあ、いや素晴らしい、あのね、途中で弾けなくなるんでね、多分息が続かなくなります。俺は途中しか弾けません全然弾けなくなって、あ、ギター難しいとかなっていや素晴らしいですよ。ただ多分ギターを放棄して、うん、もう任せて宇宙美さんに、いや全て任せて、俺が弾けないっつって間違えたらごめんなさいぐらいの、はい、大丈夫か。 M のねライブ、うん、そんな感じですよね。あ、そうですね、ゆるい、ゆるくみんなでなんかニコニコしながら、ニコニコしながら音楽聴いて体を揺らして、うん、みたいな、そんな、まあそういうところが一番いいですよね、うん、それでね、サンバな宴会、サンバな宴会っていうタイトルがついて、でそれを一番最初にやった時に、彼がブラジルのレストランみたいって、ああ本当、それからそういう名前にしたんですか、へえ、いいですね。そう、私もね、普段ね、横浜からね、仕事終わってからなかなか行けないんですよ、サラちゃんの店だからね、呼んでしまいました。キャすいません、職権内容自分の店に呼んじゃったみたいな、ね、スタジオに呼んじゃったみたいな、エミさんの店に来ちゃった早速お願いしましょうか、うん、まあ適当に喋りながらここやってください、はいはい、誰が言わせるアドメントマスナミアンテオサンバカンタシンオヤキハパジアラスタセンチドポータジオカタコジオパンデロジオタンボリン誰が誰が言わせとアグメントマスナミアンテオサンバタタシンオリアキハパジアラスタセンチンダフォータジオカバスジオパンデロジオタンボリンSempre escrito, manía de pasando, sin que le pica de un lado, de que nadie navega. Pasa como ver un marinero, que da medo de ver él, leva banco de pagar la ya la ya. Pasa como ver un marinero, que da medo de ver él, leva banco de pagar.誰が言わせとアグメントマスノミアテロサンバタントアシンオレアキハパジアレスタセンチンドファタジンカバコジンパンデロジンタンボリン誰が言わせとアグメントマスノミアテロサンバタントアシンOlha que rapaziada está sentindo falta De um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim Sem preconceito, mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Passa como um velho marinheiro Que delante o nevoeiro Leva o barco devagar, lá, 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 lá.Passa como um velho marinheiro Que não ante o nevoeiro Leva o barco devagar La 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 laPassa como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar la, la, la. Passa como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Ai. Sim, sim, mo風吹いてきますね。ブラジルの風吹きました。吹きました吹きましたよかった、季節柄もよろしいようで、宇宙海さん、ね、
内海さんもブラジル行っちゃってたんですね。いや私はフラジルぐらいです。ブラジル、いや素敵。まだ点々がないですからね。うん、いつもこんな感じなんですか。そうそうそう、お店で2人でやられることもあるんだよね。お店でっていうか、あとキーボードがいて、ピアニスト、ピアニストがいて、サラちゃんバンドじゃな、じゃまた別バンド、別バンドで、で、あとサックスの人が入ったり、バイオリンが入ったりとかのユニットで、なんか親戚的にやってるんですよ。なんかゴージャスですね。ゴージャス、ゴージャス。で、それはだから宴会だからできる。逆を言うと、あのイベントなんだけど。みんなそこに集まって顔を見て演奏したくて集まってるから、だから結構プレイする人も割といるってことですね。そういうわけじゃないか。あとは楽しい。基本的にはプロの連中が軸になっていて、で口ずさめる人は口ずさんだりしてるし、こういうのができる人はお願いしたりとか、まあ参加型ってやつ。ゆるくね、ゆるくこれに関して。いやいや、まあお店はそういうお店が最近多いですよ。ね、あの参加型というかね。いつも参加型にしてないんだけど、あんまり。だけどこのイベントに関してはなんかみんなで楽しい方がいいよねって。私なんかもうどこ行っても弾けるやつけどすぐ引っ張り出しますから。で俺あの2人でやってるのに、気がついたら2人ともステージにいないっていうのが結構ありますね。それもなんだからと思います。でもサラちゃんのお料理が出て、で飲んで食べて、美味しいねご飯を食べながら一緒になって歌ったり踊ったりできるんですか。できますね。私ももう3回目ですからね。3回やったよね。3回ぐらいも店でやらせてもらってますからね。まあまあしつこいですけど来月もやりますから。昨日決まったからね。あ、そうなんですか。昨日決まったんです。念押されましたから。みたいな、もっと近くでやって。ね、前回は先月ねやらせてもらって、こてつと二人でやったんです。あ、そうですよ。次回も同じなんですけどね。まあもしやろうと皆さんね、セッションね、またすごいできればね、楽しい。なんかあれですよね、なんかやりたくなるでしょうね。きっとそこのお店に行って聞いてると、私もじゃあなんか参加したいとか。ジャパンデイロで。パンデロね、師匠ね、そうそうそう、パンデロで、パンデロで、お弟子さんは習ったことないですよ。あ、そうなの？あ、そうそう。リズムの勉強です。じゃあ踊りで、踊りで、じゃあ踊って、踊れそうだよねなんかね。踊るでしょ。下手ですよね。リズム乗り切れないですね。いやもう素晴らしい上手でしたね。もうね、あの踊るように写真撮りますから。踊るように写真。踊るように写真。感がない。はい、じゃあここでもう一曲ね。わー、楽しみ楽しみ。はい、いつか叩く。何を。あいつパンデロ。あ、じゃあ後でやりますか。じゃあ話しかけないで。やら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 やLa ya la ya, la ya la ya la ya. My triste, triste madrugada foi aquela que o epé de meu violão não fiz serenada pra ela e nem cantei uma linda canção. My triste, triste madrugada.Serenata pra ela E nem cantei uma linda canção Uma canção Para quem se ama Que sai do coração dizem assim Abre a janela, amor Abre a janela Dê um sorriso e jogue uma flor para mimAbre a janeira, amor, abre a janeira Eu sou rindo e jogo uma flor para mim Lai, ai, ai, ai 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 Lai, ai, ai, ai
foi aquela que entende meu violão. Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Mas triste, triste madrugada foi aquela que entende meu violão. Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Uma canção para quem se ama, que sai do coração dizendo assim: abre a janeira, amor, abre a janeira. Tem um sorriso e joga uma flor para mim. Abre a janela, amor, abre a janela. Tem um sorriso e joga uma flor para mim. さあ皆さんご一緒にララ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 ラ本当にすごい、いいですね。ちょうどこの春先にはちょうどいい感じですね。もうずっと聞いていたい。ニコニコしてね。なんかサラちゃんのね、声ってなんだろう、人の心の中入ってきて、ふわーって柔らかく掴んで、そのまま引きずってって持ってってくれちゃうような感じ。わしづかみにずっと連れてかれちゃうの。何うん。そう、なんか、いや、ほんと、柔らかく包まれて持ってかれちゃう感じ。自分では分かんないもんね。なかなか歌ってる本人はね。うちゃんの歌声がすごい好き。うちゃみさんそういうふうにね、歌ってるつもりなんで、なんていうの、つもりはあっても、うん、そんじ伝わってるとって自覚はないよね。だから例えば癒されますとかって言われたりしても、自分は自覚がないの。ないの。ああ、俺が癒されてないから。そうです。俺も癒され癒し系って、ね、言われるけど、癒し系じゃないよ。癒し系、癒し系。まあ俺は癒し系って言ってもね。でももうさらちゃんの声は俺も大好きですよ。もうだってアルバムにも参加させてもらったし、でねやっぱりね曲も書いてくれたし、引き込まれるんですわ。ね、そうそうですね。あのね、あのチャドってお店があって、あそこのマスターに俺と辰巳やってる時に一回聞いたことあるんですよ。ここに出てるあのミュージシャンで一番本田さん誰が好きですか。さらちゃんだなって。光栄です。なんだろうね。なんかね、やっぱり好きなんだって。みんな持ってかれちゃう。わしづかみで、わしづかみで柔らかくね、それも。でもあの本田さんの声もなかなかね、まあ歌大好きね。最近全然歌わないけども、そこのマスターもいい声してるんですよ。甘い声ね。本田さんはね、なんだっけ、すごい持ってる。そうです。どっちかっつったらラテンの感じのそれね。確か。まあボサノバもラテンとは言わないんですよね。ラテンとは違うんだよね。ラテンとは違うかな。その区切りってのはなんかあるんですか？あのね、割と簡単です。本当ですか？あのね、ラテンっていうのは、スペイン語圏の音楽。で、ブラジル、ポルトガル語なので。あ、その違いですか？そうですね。言葉のリズムが違っちゃって。あ、なるほど。でも曲調としては近いものもあるんですかね？いや。違うか。あ、でもね、境界線？アルゼンチンとブラジルの境目あたりとか行くと割とぐちゃぐちゃになって、やっぱりそういう境界線は民族的な混じってますね。混ざる言語の差だよね。なんか響きの多分ね、響き言葉のリズムが、リズムね。あ、なるほど。固くこうカツンカツンくるのと、そうね、スペイン語の方が角張ってる、カツンカツンくるのと、ポルトガル語ってブラジル語特にこう不安ってなんかつながったりみたいな、なるほど、丸い感じかな。丸い。だから切れ目が英語で、英語の曲とかやった後だとよくわからなくなったりとか、切れ目のニュアンスがすごい違う。あ、なるほどね。そうやってみないとわかんないことなんだね。じゃあちょっと次、あのシャイニングロードもちょっとなんか申し訳ないですけど、ブラジルの風っぽく、ちょっと風っぽく、俺の曲だからならないかな。今度じゃあ先生は今度パンデイロで参加で、やりますわ。お願いします。は
い、じゃあシャイニングロードをやらせていただきます、はい、サラちゃんにも参加してくださいお願いします、はいうん先生に来ていただきました、ねね、先生の声初めて聞いたけど、ね、先生も色っぽいですね先生いい声してるねやだ先生、ね、ありがとうございますなんかね2人のデュオがなんか、うん、
新鮮に聞こえるでしょ。あのね、楽しいの。楽しいの。それが伝わります。だって気持ちよさそうに歌ってられるとこっちまで気持ちよくね、やっぱ引きずり込まれます。嬉しいです。うん、いや本当に楽しいの。ね、皆さんもぜひ ね、ミュージックラウンジ M 行ってください。ね、お二人でやるっていうか、あの、長岡さんが参加することもあるってことですからね。ありますあります。じゃあ今日はね、出張ミュージックラウンジありがとうございました。またぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次のコーナーに行きます。はい、でそっちで動画撮っていい。はいはいはい、すいません、これを片付けてあげて、ごめんなさい。大丈夫です、そのまま適当に置いておいてそんないい音出たんだこれ。お疲れ様です。お疲れ様です。ちゃんと使える。今日は長岡さんとサラちゃんが来て、よかった、ブラジルの風、ね、うん、ね、今日かけた CD もありますし、はい、まあ、前回来ていただいた時もね、あの CD がかけて、うん、そうですね、また今日新たに、うん、はい、新鮮な感じで、うん、今日はなんと3人でやっちゃいました。3人でね、私お邪魔しただけになっちゃった。ね、内海さんがブラジルの風も、ね、そうそう、一緒になって吹かせてくれたのが、ね、難しいです。よかったです。でも見ものですよね、これはね。で今度ね、あの、いつこのやられるのは5月の。あ、ね、そう、沖縄音楽の方。はあ、グループが5月の19日。19日。うん、セイスロー横浜のところでやっちゃう。館内のガチマヤさん。ガチマヤ。沖縄料理屋さん、あ、じゃあそこで素晴らしい。その前にも5月3日ね、先生、番組がね、番組に来ていただきますから、その時にもね、宣伝していただきます。生でね、はい、そう、でも、もっとすごい、ね、すごいあるじゃないですか。4月の21日の金曜日に、はい、溜池山王の M で、うん、サンバ年会、春の陣、わお、春の陣、春の陣、飲み食べ、飲み食べ放題でみんなで楽しくサンバを楽しみながら、うん、ね、やるイベントです。踊っちゃってもいい、踊っちゃっていいの、うん、ほどほどにな、ほどほどにね、怒り方なので確かに、それと、それと、それと4月の29日に、はい、横浜野毛の夫婦というお店で、はい、やっぱりサンバなイベントがありますので、うん、そちらもよかったら、はい、それもご一緒ですか。一緒です。あ、そうですか。その時はバイオリンが入ります。そうそう、バイオリン入ります。サックス入ります。今日はね、2人とも同じブルーでね、ね、合わせました。気が合ってるんで、気が合ってます。のぼりちゃんも合ってますということで、うん、また次回をお楽しみ、また来てくださいね、出張ミュージックラウンジ M、 はい、じゃあね。